じゃあ今日はね、はい、ちょっと今次のスポット向かう途中で、はい、ぜひ行ってみたい、はいはいはい、走ってみたいよっていう道を大発見したんで、はい、そこなんですよ。ちょっと映りますかね、これね、はい、どうなってんのってなるでしょ。どうなってるんですか、あれね、はいはいはい、ここの右曲がりますよ、これどうなって、どうなってんのってなるでしょ。あ、はい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 、あのちょっと、ああ、はいはいはい、地方のジャスコとかいたこういう立体駐車場あるじゃないですか。あるでしょ。あの地方のジャスコじゃなくて寝屋川のジャスコこんなんでしたもん。あ、そうなんだ。寝屋川のジャスコこんな感じ。あ、確かに昔、はい、今もあります、まだこういうの。いや、わかんないです、わかんないです、今わかんない。これ通りたくて、ほら、線路またいでる、線路またいでる、え、狭い狭い、え、線路またいでる、線路またいでる、またいでる、狭い狭い、ほら、これだって僕 Google マップ載ってないですよ。載ってない道、え、これ通っていい道、え、これ行けるんですか。通っていいんでしょうけど、もうすげえ狭い狭い、わわ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 わ、え、これで、はい、長い車無理ですよね。無理やし、でほら単線のカワスポイント、ここ、はい、あ、ほんまや、めっちゃめっちゃいいじゃないですか。ちょっとこれ山賀駅じゃないですか、ここ。そうです、そう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 です、山賀駅ね、山賀駅、カヌのなんか言うとったここです。あ、この辺ですか。え、あ、はいはいはい、あれがね、 はい、あの人がね、はい、観光家の人が言ってた、これ山賀駅向け、え、あれってしかも一通じゃないですよね、あの橋。はい、まあそうですよね、一通のあれは書いてなかったです ね。はいはい、ちょっと山賀駅まで行って、もう一回もう一周しますか。え、しますか。あ、ほんでまたここにこういう複製に出てくるんですね。はいはいはい、これを右行った山賀駅、駅は、あ、駅はもうそこですわ。あ、これじゃあ一応山賀駅、山賀駅ですよ。なるほどなるほど、あ、味あるじゃないですか。え、これ駅、これ駅、パッと見駅に見えないですよね。え、どっちが駅、どっちが駅、これ施設ですよね。あ、そうですよね。あ、駅、あ、これ駅の駐車場。あ、あ、駅こっちや、かっこいいかっこいい、こっち、お、すげえ、バス停みたい、ほんまや、バス停みたいな駅、え、無人駅、無人駅、ちょっと降りてみます。はい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 、ちょっと待って、車はでも止めれないんで、あ、そうですね、あ、でもじゃ、これあの駐車は有料っていうか、はい、あの月決めってなっとったんで、はい、止めれないんで、止めれないんで、一応止めずにぐるっとだけ回っていいですか。あ、そうですね、はい、じゃあケツちょっと滑らす決めで、はい、僕キワキワ行くんでちゃんと駅取ってください。あ、開けときますね、はい、ドア、ちゃんとコンプラ守るんで、ね、わかりました、はい、自家用車整理場ってなってます。あ、これが駅、無人駅、はい、無人駅ですよね、これね、間違いなくね、はい、はい、すげえ、これが山賀駅、はい、ちょっとでももうちょい右行ってみたいから 見に行っていいですか。行きましょう行きましょう、あ、次どうせ右行くんで、あ、ほんなこれで合ってますか。そうなんです、そうなんです、あ、ほんなもう先の橋もあれでいいですか、ジャスコは、ジャスコ、はい、ジャスコも一回、これ左ですね、これ左、はい、ジャスコも一応一回だけでいいですか、片道だけでよかったですか。いや、ジャスコほんなら帰りもう一回取ってつなぎます、はい、あ、ちょっとめんどくさい、編集めんどくさい、できたあの編集めんどくさいって、ね、できたこのシリーズ1話完結でさせたい、ね、そうですね、確かに、あの確かに、合間に撮ってつないでとか、はい、もうめんどくさい、ね、確かに確かに、はい、これ右です、ね、これ右、はい、ま、これもかなり大概、はい、ね、あのメインチャンネルの合間に編集してますんで、あ、なるほど、ここで手間取ると、はい、メインチャンネルにかなり支障が出てくるんで、そっかそっか、だから ね、現に昨日ドリフトチャンネルの、はい、動画撮れんくなったんですよね。これまっすぐ行けます？行けますね。行けます、はい、行けますね。ちょうどプリウスの形に気が、あ、ほんまや、ちょうどプリウスの形に、これアルファでやったらすりますよね。すりますね、すりますね、はい、あの型の辺の編集が乗っかってきてね、あ、そっかそっか、あれさばかんことにはどないもなれへんってなって、あ、なるほどなるほど、ドリフトチャンネルの動画落としてるんで、あ、なるほどね、もうだからそういう、そうですよ、撮りに行くのね、ね、はい、もうやめて編集に専念したんで、もうだからそういう後でジャスコの橋かますとか、はい、そんな、はい、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさいっていうか、はい、まあ、でき、はい、時間的にこれは、え、何これ、え、これは次の動画なんで、これは映さないですよ、今日は映します、ね、いや、映さないです、明日の動画で、部屋の顔だけで、なんとみたいなね、はい、これ明日の予定なんで、はい、明日の予定、ね、はい、なるほどね、じゃあ一旦ジャスコはもういいですか、ほんま、ジャスコ行きましょうか、今何分ですかこれ、
これね、5分ぐらいしかないんで。そうでしょ、もう一回ジャスコ行ってくる。はい、もう一回ジャスコ行く。ジャスコ行ってからもう一回戻ってきましょうか。はい、ここで5分足すことは容易なんですけど、はい、後でその後半に撮った、もう何やったら、はい、私、京平さんでレビューした後に、はい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 、後の動画をもう一回かまし直さなあかんかもしれんから。はい、車来た。あ、これ右行くみたいなんで。はいはいはい。僕も右行きますよ。右人気っぽいんで。あ、なるほど。はい、今右取り合いやったんですよ、譲り合いやったんですよ、はいはい、右折の譲り合い、右折の譲り合い、右折の取り合い、これ左でしょ、はい、ほらほら、さっきの道ね、人気十字路、人気十字路、人気十字路、ジャスコで対向車来た時の絵とか欲しいですよね、はい、ほんまに、ね、ジャスコでね、はい、でどっちが譲るのか、譲るのか、バック背中のか、これだってジャスコメインの動画やから、はい、あ、そっかそっか、はい、やっぱもう一回ジャスコ行っとかんことには、はい、ジャスコね、はい、ジャスコではないけど、ジャスコっぽい。ジャスコ橋ってもう今後みんな呼ぶと思う。ああ、そうですね、はい。もうこの動画見た人は。え、自分どっち回りか来るって。ジャスコ、ジャスコ回る？ジャスコ。え、山が集合でジャスコ経由で、うん、で人気の十字路行って右折取り合うみたいな。はい、間違いない、間違いない。なるでしょ。なりますね。この辺ものどかでいいですよね、めっちゃ。これどこか、だからこれですね、これですね。あ、これね。ジャスコ、ジャスコ。ジャスコ入り口。ジャスコ入り口。はい、一通マークないですもんね。ないですよ。ないですね。ないですよ、はい、トラックバスはダメよマークありましたけど。ああ、はい。これやっぱりあっこに道が必要やからわざわざああやって。いや、そうでしょうね。こんな大層なもん作ったんでしょうね。ただ Google マップでは出てこない。ナビでもない。これ。ナビでもない道。はい。だから僕はどこ行くんやろう思って。僕大発見したんですよね。はい、はい、はい。ここも一通マークないですよね。ないです。入りますよ。はい。いいですよ。侵入しますよ。はい。これなんか橋の名前書いてる。書いてます？なんて書いてます？広田橋。ええー。安田橋かな？どっちかな？うん、おお。これ危ないですか？電線触れますよ。ほんまですね。ほんまですよ。え、ね。で触れますね。中華これ下手くそな人絶対左。あ、僕待ってくださいよ。はいはい、僕左を、はい。はい。どんだけベアがうまいかっていうね。はい、余裕でしょ。取れたかな？ちょっと取れたかどうかあれですけど。ね、余裕やったでしょ。ほらやっぱ電気危ないって書いてますもん。ほんま危ないで、これ全然なるんですよ。ビリビリして危ないし、かつ、はい、これあの動物よけの電気も流れてるし、はいはい、これほんまやほんまや、結構デンジャラスな道ですよ。これこれ手出しそうもんな、はい、はい、っていう感じでジャスコ終わったんで、ジャスコ終わったんで、じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい、楽しみに。